大橋健一は、日本の政治家。前和歌山市長。和歌山県東室郡、下里町出身。父は、元和歌山県知事の大橋正夫。お茶の水女子大学名誉教授の原博子は重視。1946年6月22日、大橋正夫の長男として、和歌山県東室郡、下里町にある母の実家で生まれる。健一という名前には、 生の大橋とかけて廃墟となった戦後の日本に復興の大きな橋を一番に建てるという父の願いが込められている。父が和歌山県庁に入庁したため、1949年12月に和歌山市に転居。1959年に和歌山大学教育学部附属小学校を卒業し、附属中学校に進学するが、1962年に、 世田谷区立北沢中学校に転校。東京都立と山高等学校を経て、東京大学文学部国史専修課程卒業後、毎日新聞社記者となる。毎日新聞社では、東京本社制作技術局次長、社長室委員などを務め、2002年7月に退社。度たびた総前市長の辞職に伴う出直し選挙にて、父が元県知事ということで押されて、 立候補し、自由民主党、社会民主党、保守党が推薦、日本共産党の支援を受けて当選した。2005年12月5日11月に発生した広島小一女児殺害事件や、12月に発生した栃木小一女児殺害事件による子供の安全対策を問われたことに触れ、広島もかなり郊外ですし、栃木の今市も今市の町であります。 そういうところで事件が相次いで起こる。我々の町も全く人事ではないと発言した。大橋市長は6日の本会議で発言を取り消した上、不要意な配慮を欠いた発言だったとして謝罪した。2006年7月30日の和歌山市長選では、戦後最多の6人が立候補する激戦となったが、時点に大差をつけて2戦を果たしている。 2010年8月1日の市長選では参戦を果たしたが目立った争点のない選挙戦で有権者の関心は低く投票率は和歌山市長選挙としては過去最低の36.45%を記録した2011年6月2日全国の中核市の市長で構成される中核市市長会第8代会長に就任4戦目には不出馬を表明し 2014年8月10日の市長選挙では、小花正宏が当選したため、同年8月24日をもって3期12年の任期を終えた。和歌山市では辞職、死去などで、任期途中での市長退任が多く、退庁式を行った市長は、戦後では大橋が初であった。2017年4月、朝日中受賞を受賞。ありがとうございます。